プロ野球埼玉西武ライオンズは南郷での春季キャンプを打ち上げました。開幕戦を控える選手のコンディション調整を優先するため今年もキャンプを2月6日から実施していました。最終日は雨のため黒潮ドームでの室内練習となり、投手と野手が投球や打撃練習などのメニューに汗を流していました。練習は午前中で終わり、20日間のキャンプを打ち上げました。サポートしてくださった球場関係者の皆様、南郷プリンスの皆様、そして球団スタッフの方の皆様、本当にありがとうございました。皆さんのサポートがあったおかげで大きな怪我もなく、充実した春季キャンプを過ごせました。ありがとうございます。これから練習試合オープン戦と試合形式に正式に入っていきますが、今シーズンのスローガンでもあるやるしかない優勝するしかないという強い気持ちを持って、チーム一丸となって戦っていきたいと思います。最後に一本で締めたいと思います。よければファンの皆様もご一緒に本締め、どうですか？じゃあ、それでは一本で締めさせていただきたいと思います。よー、手締めの後に、今年も監督、コーチ、選手からサインボールの投げ入れがありました。およそ120球のサインボールがファンの手元に届きました。とても嬉しいです。プロ野球選手たちも盛り上がっていて、こちらも盛り上がってとても楽しい気持ちになります。嬉しかったです。 嬉しかったです。大切に保管して誰にも取らせないようにします。自分の部屋に飾っておきます。西武はオープン戦など練習試合を控えており、3月29日は楽天との開幕戦に臨みます。